なんか意味のあるすごく深い深いコラボレーションになってるっていうことですね。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今回はストレイキッズさんたちから、チックチックブーンですかね、ミュージックビデオ見ていきたいと思います。いきましょう。レッツラーク。どうなってんの、嘘やん、待って、うー、音やばい、やば、うー、かっこいい、やば、ほっほ、いやいや、うー、かっこいい、やばいって、やばいって、どういうこと、主題歌的なところなんですかね。ライアンさんが世界的な俳優であり、ステイでもあると。で、アメリカで撮影したミュージックビデオではユニークで洗練された感じだと。歌と背景が完璧に合致したお兄さん。ライアンさんが時間を作ってミュージックビデオに出演し、楽しそうに演技してくれたのが不思議な感じだったし、感動した。すごーい、そういうことなんだ。ヒュージャックマンさんとも交流を続けているということで、デッドプールをモチーフにしたパフォーマンスを皮切りにというか、あー、そういうことね。デッドプール&ウルヴァリンの OST として紹介されて以降か。あ、新曲のスラッシュがね。あー、なるほどなるほどなるほど。ちゃんとだからそういうつながりがあってっていうことなわけですね。なんか意味のあるすごく深い深いコラボレーションになってるっていうことですね。うわー、すごーい。ということで、ちょっとね、気になるところ見ていきたいなというところでございますけれども、何の話っていうね、多分ここら辺のトイレットペーパーみたいなくだりもおそらくだから関係してるんですかね、映画の中のあのニュアンスだったりとか、このシーンとかもそうですけど、ちょっと気になりますよね。すごーい。おー、音楽マジやばいっすね。イエー、あー、かっこいい。ラップ気持ちいい。うわー、このちょっとラテンなノリ感でヘビーなサウンドっていうところがまたかっこいいですね。かっこよすぎません？うわー、やっぱね、ちょっとこう笑顔でぶっちぎっていくところかっこいいっすね。バモスって入ってるところもですよね、スペイン語ですかね。だからラテン調なノリ感ともここら辺がこう合ってるというか、やっぱり最近の音楽シーン、ヒップホップシーンはヒップホップにラテンの雰囲気が入ってるというところですからね、トレンド感をしっかり抑えていくというところも、気持ちいい、いい音楽。すごい、世界的スターがこうしてミュージックビデオ、そういうケースってありました？結構だから映画界の方というか、まあディレクターさんでもありというか、アーティストの方っていうのとはまたちょっと違いますよね。ハリウッド界の方というかね。かっこいい。うん。やばー。共演してるってことですもんね、本当にね。やばー。すごーい。しっかりそのデッドプールの雰囲気というかね、世界観もありつつということで、すごいな、世界のスキズさんたちなんだなって改めて感じますけども、だからこういうところがやっぱ面白いですね。スキズさんたちだからこその世界観でもあるし、そこをこう高く評価されてるからこそのこういう共演っていうね、ところがこう実現していくんだなっていう風に思うと、改めて素晴らしいなっていう風に思うところでございます。ということで、やっぱちょっと気になるのはダンスですね。結構また新しい振り付けだったりとかニュアンスが多いなというふうに思いますので、このヘビーな重たいサウンドでどういうふうにこうぶちかましてくださるのかっていうところを、また改めてダンスの映像が出てきたところでお話ししていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ということで、皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄よりいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしておりますので、お願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ。